はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね病院の報告でございますけどもね、なんとね免疫抑制剤がね減りました。いやー嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。とまあね、そんなね免疫抑制剤のお話からさせていただきますとですね、まず内科なんですけどもね、今の僕の体で起きている症状というのはね、目と口の症状がね、横ばいなだけであってですね、その他っていうのはね、どこも痛くも痒くもありませんので、それらが免疫抑制剤の減量のね、決め手とね、なりました。ただね、免疫抑制剤をね、減らすとね、それらの症状が悪化するかもね、とね、先生からね、ビビらされました。減らしてもらえるのはね、もうすごく嬉しかったしね、昨日の診察の前に撮った動画ではですね、もう僕すごく強気やったんですけどもね、これはね、免疫抑制剤が減るという時のはですね、毎回こう同じようにね先生に言われ続けてたんですけどもね、今回のその先生の言い方がねちょっと怖かったんで、ほんまにビビってしまったんですよ。今現時点でね、こう何もないところからね何かが発症してしまうとですね、ゼロからねもう一気にマイナスになってしまうのでね、もう怖いことしか思いつかいませんし、去年はその帯状疱疹にもなってるしね、でその前にはその過去最高にですね免疫抑制剤が下がった時にはですね、肺炎で入院してしまったのでね、今年もひょっとしたら、ね、何か起きるんじゃないかってね予想してます。帯状疱疹の時もそういえばね、その体にね異変が起き始める1週間前のねその通院でですね、免疫抑制剤がちょっとね減っていたんですよ。なのでここからね、今日からねその1週間前後ぐらいまででね、ひとまずね全身を結構こう集中的にね観察していきます。このままね何も症状が出なかったらいいんですけどもね、血液検査の結果を見てみるとですね、LDL コレステロールがね、基準値をちょっと超えてましてね、必然的にだからそのトータルコレステロール TC っていうのがあるんですけどね、それも基準値をね、上回ってしまっていまして、でこれはね、前々回に通院した時に、数値のちょっと似てたんですけども、爆食いをしてしまった時ってあったじゃないですか、覚えてらっしゃいますかね。その時に結構ガツンとこうコレステロール値が上がったんですよ。そのね、時らへんに、匹敵してたんです。しかしね、その前々回の時と の他の項目、コレステロール以外の項目をねいろいろ比べてみてもですね、この2つ、LDL コレステロールと、トータルコレステロールのこの2つだけがね基準値を超えているとね、先生からは指摘を受けて、他の超えてしまっていたところはね特に何も言われませんでした。あとね、白血球もね基準値を上回ってましたので、それもちょっとだけ言われましたね。でも今回の血液検査はそこまで前々回の時のようにねめちゃくちゃ言われませんでした。確かにね、この前々回と今回を比べるとですね、前々回の数値の方が全体的に高かったので、先生らもねそこまで今回問題視せんかったなと思います。ただこの前々回と今回の差に関してねすごく心当たりがあるんですよ。その前々回の時の爆食いの中にね、野菜はもちろん食べてますけどもね、卵とちょっとねチョコレートがね多かったんです。でそして今回はそこまで爆食いはしてませんけどもね、その前々回と違うところがありまして、今回はお米をよくね食べていた記憶があります。その前々回はね卵とチョコレートやから脂質が多かったということに比べてですね、今回はこれまでと比べてね炭水化物が多かったということなんですよ。もちろんね、その前々回のことがあったんでね、前回も今回までもね、その卵とチョコレートというのはほんまに控えておりましたし、でもその代わりほどではないんですけどもね、これまでに比べるとお茶碗一杯程度ですけどもね、頻繁によく食べてました。それのせいかね、前々回もそうでしたけどもね、体重がね、下がりにくくなってしまっています。先日に動画でもお伝えしましたけどもね、冬はね寒くて冷えるとこの細胞のね運動が弱くなってしまうから、体の各臓器の運動がね弱くなって本来の力を発揮できないということからですね、痩せにくい時期であるんだぞとねいう意見もある中ですね、一方冬は体が寒いさからこの身を守るためにですね、代謝を上げて
体温を高く保とうとするから痩せやすい時期であるんですよという意見もあるんですけどもね、これは人それぞれですのでね、自分が痩せやすい時期にね頑張ってください。僕はねその11月から3月という冬にはねすごい痩せにくいというのをね、2019年の11月から2020年の3月、2020年の11月から2021年の3月19日、今日までですけどもね、その体重を比べてみるとですね、これがですねほんまに同じようなね変動の仕方でしたし、しかもね一番痩せてる夏の日と一番太ってるその体重の差がですね7キロもねあったんで、これはね実はね2年連続そうやったんですよ。さらにその時期のね血液検査でのね総コレステロールもね LDL コレステロールもね白血球の数もですね基準値を超えて高くね記録されてたんです。このデータからですね、僕は冬はね脂質系が高くなって太っている時期であるんだよということがね確認できました。これは新しい発見でしたね。退院してからのことに気づくのにね、2年かかっていたのでね、これをねどう克服していくかね、これからよく考えてね、冬でもね良い数値でいられるようにねやっていきます。そうすればね免疫抑制剤を飲み続けていたとしてもですね健康でいられると思うんです。そんな感じでね血液検査の結果はね、そこまで良くなかったけども、それによって新しく分かったことと免疫抑制剤が減った内科のお話でございました。免疫抑制剤が減ったといってもですね 7.5 ミリからね6ミリになったというね、1.5 しかね減ってないんですけども、でもこれでもねまだその症状が出てくるかもしれませんのでね、さっきの先生にすごいビビらされたような感じですごいビビってるんでね、まだね出てき次第ねお話しさせていただきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。